私自身がこの命を誰にも差し上げていない、いない私がこの命を生きるために、一日生きるためにどれだけの命を頂戴しているか分かりませんわな。なくったってみんなバラバラになって逃げて帰ってこるぞ。もう本当にやりたいことができないこの人生何なんだろうって考えた時に、私は全部投げ出しました。お寺を継ぐということも家に帰るということも、そのについていろいろ結構ですね反発されて結構だと思います。アレルギーっていうのが食べ物だけじゃなくて、もう作られてしまったこの世の中に対しての拒絶反応なのかな。五つには浄土のためのゆえに今この時期を置く。いただきます。でもお前それこの福島で言えるか。この教えを後のように少しでも間違いなく伝えねばならない。